臼山は、北海道、東野湖の南に位置する標高737メートルの活火山。山頂は、臼郡総別町にあり、山体は、阿武田郡東野湖町、伊達市にまたがっている。四骨東野国立公園内にあり、昭和新山と共に、日本の地質百選に選定され、周辺地域が、東野湖臼山、ジオパークとして、日本ジオパーク、 世界ジオパークに認定されている。ウス山と東ヤカルデラ周辺の地形図ウス山は、下、ウス山の地形図ウス山河口原、ウスの山名は、アイヌ語の上に由来。この入り江とは、現在の伊達市ウス町の噴火湾沿岸の入り江のことで、その沿岸にあった古典も背後にあった山もそれぞれ、ウスの名で呼ばれるようになった。また、都来した和人が、 ウスの名称を、ウス型をしたカルデラ式の産業に例え、ウスが額、ウスだけと表記する例もある。東野湖を形作る東野カルデラの南陸に、ウス山が形成されたのは、約2万年前と考えられている。噴火を繰り返しとし月をかけて、清掃火山を成したが、約7000年前に、山体崩壊が発生。その際に南側に口を開けた。 直径約1 8キロメートルの馬底系カルデラが形成された。この時発生した岩屑なだれは内浦湾にまで達し、薄湾周辺の複雑な海岸線を作った。カルデラ外林山の中に大薄、小薄などの溶岩延長球や小狩山、薄新山などの潜在延長球が形成されている。また山麓にも溶岩延長球の昭和新山や 潜在延長級のコンピラ山、43山などを有している。1663年以降の活動は計算を多く含んだ粘性の高いマグマによるもので、噴火前には地殻変動や群発地震を発生し、噴火に伴って溶岩ドームや潜在ドームによる新材を形成するのが特徴となっている。 20世紀の100年間で4度も噴火活動が観測された、世界的に見ても活発な活火山である。主に三体崩壊前の活動、三体崩壊後の活動に分けられる。ウスさんは約2万から1万5千年前に活動を開始した。約11万年前に活動した、東屋カルデラの後カルデラ火山とされており、約5万年前の中島に引き続いての活動である。 この時代、ウス山は、玄武岩質安山岩、玄武岩マグマを繰り返し噴出し、溶岩流及びスコリアが堆積した。これらの活動によって、カルデラ南壁付近に、ウス山の元となる、清掃火山と、スコリア球が形成された。その後、約8000から7000年前に、山体崩壊が発生し、南陸で岩屑なだれが発生した。岩屑なだれは、 大小の流れ山を作ったほか、内浦湾にも流れ込み、薄湾を形成した。また、薄山本体には、南開きの馬蹄系カルデラが形成された。以後火山活動はなく、江戸時代まで活動を休止したと考えられている。8000から7000年前の山体崩壊後は長く、活動を休止していたが、1663年を境に突如として、 噴火活動を再開する。三体崩壊前の活動が、玄武岩質安残岩、玄武岩マグマを噴出する、比較的静温な噴火だったのに対し、三体崩壊後は、流紋岩、デイサイトマグマを噴出する、爆発的な噴火となっている。なお、正さ年年々記や松浦武四郎の、東江夷日誌など一部資料には、慶長十六と10月薄竹焼との記録が、 見出されるが、これは、同年1611年に発生した、慶長三陸地震を混同したものと考えられ、現在では、臼山の噴火記録としては認められていない。漢文噴火文献記録に残る臼山噴火のうち、最大規模の噴火。正木藩が、江戸幕府に提出した、報告書、正木島在所山焼きさる中心のことによると1663年、 旧暦7月11日から13日まで微震が続いた後、14日の明け方より、山頂カルデラより、プリニー式噴火を開始し、膨大な量の焼け石や火山灰を噴出した。山陸の家屋が焼かれ、住民5人が死亡。活動は7月末まで続き、明道は東北の省内地方にまで伝わった。さらに、 津軽の広前でも明洞に続いて天地が暗くなり、空から長さ3余寸の毛が雪のように降ってきたという。これは火山噴出物の一種、ペレーの毛と考えられる。この噴火の噴出物は膨大な量で、現在の宗別町で3メートル、白尾町では1メートルの厚さに積もったほか、海面にも大量の噴出物が浮いて降り積もり、 沖合2700件まで陸地のようになった。さらに噴出物によって山頂南側海口部が再び閉塞され、山頂河口は現在のような球場の地形となった。この漢分噴火をはじめ、同時期の北海道の南西部では、大島駒ヶ岳、孫崎山と火山の大噴火が頻発していた。これら火山の後廃による環境悪化が、 1669年に発生したアイヌの大規模放棄、釈社員の戦いの一因になった、との見解もある。先名は噴火、漢文噴火の地、ウス山の噴火記録は100年ほど耐える。しかし2000年代初頭に実施された、ウス山周辺の噴出物調査によれば18世紀前半頃に、噴火活動が存在したことが判明している。 漢文噴火で、薄山周辺が荒廃し人工気迫地帯となったため、記録に残らなかったものと考えられる。この噴火は、時代の明和噴火にちなみ、弁宜上、先明和噴火と呼ばれている。明和噴火文献記録によれば、1769年、旧暦12月、薄山は、約100年ぶりに噴火した。この噴火の直後に書かれた記録は少なく、 福山皮膚年歴部に、臼さんが噴火し、アイヌがおののき避難したと記されているのみである。一方、次の文政噴火の折に、臼善光寺の層が、地元のアイヌから、前回、お山が焼けた折には一面に火が降り、タバ風で、お猿別添いの家が全て消失したとの証言を得ていることから、明和噴火時に小規模な火砕流が発生したと推測される。 山頂間没部に、現在の小薄にあたる溶岩ドームが形成されたのは、この明和噴火か、漢文噴火の時と考えられる。文政噴火文献記録に残る薄山の噴火史上で、最大の人的被害をもたらした噴火。この時期、薄山南西六のアブタコタンには、和人とアイヌの交易場所、アブタ場所が設けられ、個数の多いコタンとして栄えていた。 この噴火の天末は、薄善光寺の僧の日記、薬草日記に国名に記されている。1822年旧暦うる1月16日より、有感地震が発生。18日には3、40回に増加し、アイヌたちの間に噴火の前兆かもしれないとの動揺が広まる。1月19日、半日で100回もの有感地震の後、午後8時頃、 噴火が始まる。アイヌの長老たちはエイムシを抜いて、魔除けを行うも効果はなく、住民も、善光寺の僧も、べんべや触れない方面に避難を開始する。20日に再度噴火。22日には、早朝より大噴火。四都村ほどの焼け石が、幾千万となく流星のように吹き上がり、夕立のように降る。山はに包まれ、山麓には、 重さ30から40巻、白井でも茶碗台の焼け石が降った。モロランでは火山灰が三寸の厚さに積もって闇となり、白樺の皮を焚いて明かりとしたという。26日にも噴火。2月1日早朝、大噴火とともに火災流と火災サージが発生した。火災流は外林山を越えて臼山南西山麓を襲い、 潮流川川口から、アブタコタン、触れないの区間は、山林から海所、板倉、アイヌの知世の別なく炎上し、牧場主の村田ウゴロウ、場所受け追い人のモヘイ、アイヌの住民など記録によって異なるものの50人以上が、死亡した。エゾ地随一の馬産牧場だったアブタ、薄牧場も2468頭の飼育場のうち1430頭を、失う被害を受けた。 その後は徐々に活動が沈静化し2月下旬に収束した。現在では小狩山と呼ばれているカルデラ内部の潜在ドームは一連の分生噴火で形成された。また1977年の噴火以前までカルデラ内部にあった金沼、銀沼、茶沼の三つの沼はいずれも分生噴火時の河口に水が溜まったものされる。 文政噴火の結果としてアブタコタンは廃村となり、アブタ場所も触れない地区に移転となった。アブタのアイヌ民族の昔話に、文政噴火を題材としたものがある。噴火の時、村民は皆よそに避難したが、村長だけは祭壇の前で祈り続けていた。やがて噴火が収まり、避難していた者がコタンに戻ってきてみると、 村長がそのままの姿で祭壇の前に座っていた。驚いた村人が村長の肩に手をかけるとそのまま崩れて亡くなってしまった。祈る姿のまま焼かれて灰になっていた。というものである。火影噴火1853年旧暦3月6日から明堂が始まり15日に大噴火。その後は昇降状態を保っていたが22日に 東部から再度噴火。噴火時には縦岩熱雲と呼ばれる大規模な火砕流が発生したが、分成噴火を知る住民たちはいち早く避難していた。上、火砕流も当時集落のなかった東屋湖方向へ流下したため、大きな被害はもたらさなかった。この噴火は27日に収束し、翌日から山頂に溶岩ドームが成長し始めた。これが大薄である。 一方、火山学者の田中建秀造は、大臼の溶岩ドームそのものは、漢分噴火以前から存在したが、その当時は低くて山麓からは見えなかった。火影の噴火で急成長し、山麓からも見えるようになったと推測している。江戸時代の噴火はいずれも、山頂からのもので、多量の噴出物を一気に放出する、いわゆるプリニー式噴火だった。また、 いずれも火災流と火災サージの発生が見られ、被害の多くは火災サージの熱風による家屋の消失である。1909年、明治噴火の直前に、東屋古城から撮影された、ウスさん。当時の大ウス溶岩ドームには、縦岩と呼ばれる独立した岩塊があり、その形状から土瓶の口とも呼ばれた。明治噴火1910年7月25日。 北西6のコンピラ山で噴火が始まった。間もなく北東6の東丸山にかけての地域で次々に火口が開き、その合計は45個に及んだ。マグマが東ヤ湖付近の地下水と遭遇して水蒸気爆発を起こしたものだった。一部の火口からは熱で流が発生し、これに巻き込まれた一人が死亡。噴火は10月まで続き、 11月頃には収束した。なお、1903年後6月の明道は、前兆現象と考えられる。北陸では、地殻変動が起こり、最大約150メートル隆起して新たな山を、形成した。この山は、明治新山、あるいは明治43年にちなんで43山と、呼ばれる。この噴火活動により、河口に近い東屋湖岩では、 温泉が流出するようになった。これが、東野湖温泉の始まりとなっている。1944年から1945年、噴火薄山登録では、太平洋戦争中の1943年末から地震が続き、1944年に入ると、総別町の東九万坪と呼ばれる地域で次第に地盤が流起し始めた。6月23日に、 ついに水蒸気爆発が発生し、その後も爆発を繰り返した。この噴火では後輩による窒息で幼児1名が死亡している。元は標高100メートル余りの大地だったところが潜在ドームの形成により250メートルほどの山となり、11月中旬になると河口から溶岩ドームが現れ始めた。この潜在ドームと溶岩ドームは 翌年9月まで成長を続け、標高は400メートルを超えた。この新山は、田中立秀蔵により、昭和新山と名付けられた。1977年から1978年、噴火1977年火山遺構公園に、保存されている倒壊した、病院1977年8月6日、有感群発地震が発生する最中、 8月7日午前9時12分に山頂カルデラ、ショウス斜面からのプリニー式噴火が始まった。全長の地震から32時間後の噴火であった。8月14日未明まで4回の大きな噴火を含む16回の噴火が断続。噴煙の高さは最高12000メートル。河口周辺地域には多量の軽石や火山灰が堆積し、 家屋が破壊された。後輩は北海道内119市町村に降り注ぎ農作物に多大な被害を発生させた。8月8日深夜の噴火は豪雨の最中に発生したため噴出した火山灰は雨水でセメント状になって森林地帯を襲い樹木は重圧に耐えかねて壊滅した。灰を浴びて死なった木の姿は ニューネッシーに似ていたため、被害を受けた山林は、熱ッシ地帯と称された。噴火前の加工原は、牧場として利用されていたが、噴火で消滅している。また、当時付近を走っていた国鉄イブリ線も、この噴火により、普通となった。11月16日、水蒸気爆発が発生し始めて、翌年の10月27日まで続いた。 1978年6月15日には、地元民の憩いの場でもあったカルデラ内の池、銀沼が、付近にできた河口による噴火で消滅。その後、9月12日夜の一連の水蒸気爆発では、最大レベルのマグマ水蒸気爆発により、巨大な銀沼大河口へと姿を変えた。これらの爆発による火山灰に雨が降り注ぐことでラハールが頻発し、 8月23日には死者2名、行方不明者1名が出た。地震と地殻変動は1982年3月まで続き、山頂部の小薄と小狩山の中間点に新たな潜在溶岩延長級が形成された。新たな山を命名するにあたり、伊達氏市は薄新山、総別町は総別新山、阿武田町は東屋新山を主張したが、 最終的には1980年7月に薄新山と名付けられた。この地殻変動により、校舎が破損した東薬温泉小学校は、移設を余儀なくされた。1977年9月30日に、北海道災害対策本部がまとめた集計によれば、被害額は、伊達市88億9072万2000円。 アブタ町73億6254万4万四千円、総別町28億1886万9万九千円、東屋村30億9809万3千円で、ある。二千年噴火二千年の噴火で廃墟となった、三六二千年の噴火で流気した阿武タ町道泉、公園線地盤の流気により水没した、地域千二十一年時点で最新の噴火は二千年の、 噴火である。2000年噴火以降2013年現在、平山の2つの河口には水が溜まり、池になっていて噴気は観察されないが、西山の河口群は河口辺縁の地熱帯より、水蒸気が少量立ち上る状態となっている。破壊された国道230号は地盤の流気によって水勾配が変化したため西山ふもとが水没し、付近の建物が 使用不能になった。この区間の通行は不可能となっていたが、従来の西側に2本のトンネルを掘り、最短距離で内浦湾に抜ける新ルートが建設された。アブタ東約 IC も新ルートの国道に接続する形で移設された。また、普通区間を一部利用した道路も整備された。大森久吉教授の薄さん論文には、1910年の 明治噴火によって北側山麓にかかる数本の断層の動きが報告されている。これらの断層はその後の研究で1910年のみならずその後の噴火活動でも動いていることが判明している。1977から1982年の噴火では薄山山町部での薄新山の成長に伴い薄山北東部の外輪部分が 北東方向に200メートル競り出した。この地殻変動により東ヤ湖湖畔では地盤が約25メートル東ヤ湖側に動いた。これらの断層は一本の単純な断層ではなく複数の破壊された小断層で構成される。そのため地盤が傾斜したり右にずれる断層体として地表に変化を表した。一方、ウッ北西部では 北東六とは逆の左横ずれの断層が発生し、道路や建物が破壊された。断層は噴火活動で動いた後は、植生や風化によって、急速にその姿が確認できなくなるので、臼山、東野湖エリアでは、過去の断層の調査に基づき、医療や教育施設は噴火の影響を受けにくく断層のない、地区へ移設するなどの対策を講じている。 1977年噴火、2000年噴火の資料を多数展示している。2007年に環境省のビジターセンターが100メートルほど西側に建設された際に同じ建物に火山科学館が移転した。東野湖ビジターセンター火山科学館の裏手に位置する。砂防園堤施設と2000年噴火の際に 熱泥流に巻き込まれた団地や町営温泉施設を見学することができる。2000年噴火のコンピラ山加工を南から見下ろせる展望台。道路の整備費用として車1台につき1000円を徴収。コンピラ山加工が見えるほか、ゴミ焼却場以降、道路を横切る、断層、教員保養所跡、東屋古電気鉄道道路橋跡、好み沢団地。 砂防園庭などが望める。2000年噴火後、西山河口付近に設定された散策路。枕木を敷き詰めており、子供から年配の来訪客まで容易にアクセスできる。枕木は鉄道レールの下に敷かれていた枕木を再利用している。駐車場からは流木により水没した道路が見える。急道に沿って南下すると、 地殻変動によって流気市階段上に破壊された道路が現れる。その先に第一展望台、第二展望台があり、西山加工群がある。噴火から年月が経過しており一部の加工には水が溜まっているが、加工の変円からは水蒸気が立ち上る。噴火によって破壊された菓子工場以降、給湯や雇用遅延も保存されている。 散策道は南側にも抜けており南北、双方向からアクセスできる。以前は駐車料金300円を徴収していたが、2005年から土産物店の利用を呼びかける形で無料となっている。1977年噴火の地殻変動によって破壊された病院の建物が保存されている。この病院は大森ふ吉が報告した断層の上に建設されており、 断層の動きによって、噴火の数日後より、地面の亀裂が発生し、2.3ヶ月間後に徐々に、倒壊していったとされる。噴火当時230名の入院患者がいたが、噴火の前兆地震発生直後より避難場所にしていた、東野体がんの急中、東野小学校に移った。噴火後は、病院と役場の車両及び徒歩による患者の、ピストン輸送が行われ、 避難は短時間で完了した。その後病院は中東屋に移転新築された。昭和新山山麓からロープウェイが運行しており、宇臼山や昭和新山、東谷湖や内浦湾などの景色を眺めることができる。また、外輪山遊歩道が整備されており、外輪山展望台までの道のりがトレッキングコースになっている。宇臼山噴火に関するカテゴリー、ありがとうございます。